この動画では脳出血の増大のサインについてお話ししていきます。脳出血があった際にはその出血のフォローの CT を撮像すると思いますけれども、そのフォローの際に大きく増大していることがあります。そのような増大を示す場合には予後が非常に不良になるわけですけれども、最初の CT の画像でその血腫が増大のリスクがあるのかないのかについて判断したいところです。この動画ではそのような画像上の視点から脳出血が増大していると推定できるサインを理解するということを目標にお話していきたいと思います。具体的にはスポットサイン、スワールサイン、ブラックホールサイン、ブレンドサインについて説明していきます。まずこの動画の重要なポイントと結論からお話したいと思います。今回は脳内血腫がテーマとなっており、こちらの脳内血腫の症例ですけれども、しばらく時間を置いた後のフォローの CT で明らかに血腫が増大していることがわかります。血腫が大きく増大し、正中線を超えるミッドラインシフトや脳室内穿破まで起こしていますけれども、こういった血腫の増大が起きた場合には予後が悪くなるというのは簡単に想像ができると思います。脳内血腫は発症6時間以内に約 15% の血腫が増大すると言われています。これを最初の写真の段階、最初の撮像の段階でこの血腫は増大するリスクが高いなどと予想がしたいわけです。そういった単純 CT や造影 CT などの画像を用いて増大しやすい血腫の特徴をまとめようというのが今回のテーマとなります。結論からまとめると、 CT アンギオグラフィーで血腫内に造影剤漏出層がある、こちらをスポットサインと言います。血腫の変炎が不正、血腫の濃度が不均一、特に高信号に混在する低信号があることが重要で、スワールサイン、ブラックホールサイン、ブレンドサインなどと言われていますが、これらの重要な兆候についてまとめていくのが今回のテーマです。症例は47歳女性、意識障害、右共同変死の症例ですけれども、右の比較に出血があることがわかりますが、フォローの CT で増大していることがわかります。CT アンギオグラフィーを施工してみると、この黄色の矢印で示した部分に造影される領域があります。これは造影剤が血管外に漏出していることを表すサインで、まさに今出血をしている最中ということを表すサインです。スポットサインと言います。また最初の CT の段階では同じ部分が血腫の高吸収の中にこのような低吸収があることがわかります。これをスワールサインと言います。これらのスワールサインやスポットサインが見られた場合には、現在活動性の出血である比較出血というふうに予想することができるわけです。このようなサインについて一つ一つこれから丁寧に説明していきます。脳内出血で CT アンギオグラフィーが施工された際に現れるサインがスポットサインです。スポットサインは CT アンギオグラフィーで血腫内に造影効果が見られるサインで、血腫内の造影剤の血管外漏出像を表すサインです。このサインがある際には血腫増大のリスクの増加及び予後不良に関連するとされ、活動中の出血を反映し、その後の経過における血腫の増大を予想することができるサインです。脳内出血で CT アンギオグラフィーが行われた際には必ず出血の原因検索として行われていると思いますが、それとともにこのスポットサインの有無を必ず確認する必要があります。画像を撮像する側の放射線技師としては、スポットサインを適切に描出するための撮像タイミングに気を配る必要があります。こちらの表は動脈の CT 値が静脈よりも高い場合を動脈相、静脈の CT 値が動脈よりも高いか同等とした際を静脈相と定義した際のスポットサインの感度と得意度を比較したものですが、動脈相よりも撮像タイミングを遅らせた静脈相の方がスポットサインに対する感度が高いことがわかります。また早期動脈相と後期動脈相を比較した際ですね、静脈の CT 値が200以下の場合を早期動脈相、静脈の CT 値よりも100以上高いかつ静脈の CT 値が200よりも大きい場合を後期動脈相と定義した際に比較した場合には、早期動脈相よりも後期動脈相の方が感度が高いことがわかります。よってスポットサインを描出する際には、早期動脈相よりも撮像タイミングを遅らせた静脈相や後期動脈相などのレートフェーズの方がスポットサインの感度が高いことがわかります。こちらの症例はこの部分に出血があり、
時間を置いて再撮動した際に拡大したという症例ですけれども、早期動脈相ではスポットサインが観察されませんが、後期動脈相ではこの部分にスポットサインが観察されたという症例になります。しかし、もし早期動脈相でスポットサインが観察された場合には、それよりも遅い相で観察されたスポットサインよりも血腫の拡大に対する重症度が高いということも知られており、また、早期で観察されたスポットサインが後期相で観察されないという症例も中には存在するため、スポットサインの検出と予後の判定に対しては、一相で撮動するのではなく、多次相での撮動が望ましいと考えられます。スポットサインは、造影剤を用いた CT アンギオグラフィーでのサインでしたが、単純 CT で出血がまさに拡大していることを示すサインがあり、それがスワールサインです。症例のように、スワールサインは血腫の高級周域に囲まれた低級周域または等級周域と定義されています。スワールとは渦の意味があり、こちらを水面に見立てた時に、水の中でこの部分がまさに渦巻いていると、そのようなことを比喩して付けられたサインです。この低吸収の部分が活動中の出血を示唆し、単純 CT の後に造影剤を用いた研究によると、このスワールサインがその後の造影のスポットサインと良好な相関を示し、血腫の拡大を示唆するサインとして知られています。このスワールサインがある際には、1ヶ月後の死亡に関するオッズ比が2.6、3ヶ月後のモディファイドランキングスケール4以上のあまりよろしくない天気に関しては同じくオッズ比4 2.6、また、脳室内出血やミッドラインシフトなどの良くない画像的所見と関連していたことが知られています。スポットサインに関しては造影剤を用いるため、中には腎機能が非常に悪く、造影剤の使用がためらわれる方もいると思いますが、そのような場合には単純 CT で評価できるこのスワールサインというのは非常に有用なサインだと思われます。スワールサインの場合には、血腫の高吸収の中にそれよりも CT 値が低いものが包まれているという、少し定義が曖昧なサインでしたが、それをより明確に定義付けたのがブラックホールサインです。ブラックホールサインの新しい定義としては、高吸収の血腫内に低吸収の領域、つまりブラックホールが内包されている。ブラックホールには円形、楕円形、棒状のものがあるが、隣接する脳組織とはつながっていない。低吸収の領域には識別可能な境界があること。そしてここが非常に重要ですが、血腫は2つの濃度領域の間に少なくとも 28HU の差があることというふうに具体的な数値を設けました。こちらは実際にこの4つの定義を満たしているブラックホールサインの症例ですけれども、黄色の矢印の部分にブラックホールと表現される低吸収がありますが、フォローの撮像で明らかに血腫が増大し、脳室に穿破していることが分かります。血腫増大の定義を、血腫の容積の33%以上の増大、または血腫容積が 12.5ml 以上の増大と定義した際のブラックホールサインの感度と特異度は 31.9% と 94.1% と報告されています。もう一つ、単純 CT で血腫の増大を予測できるサインとしてブレンドサインがあります。こちら多発出血の症例ですけれども、この赤丸で囲った血腫に関しては、濃度が高い部分と濃度が低い部分の2層に分かれていることが分かります。これをコーヒーがブレンドしているような状態に例えてブレンドサインと言います。定義としては、低吸収域と高吸収域が隣接し、低吸収域と高吸収域の間に肉眼で識別できるマージンがあること。そしてこちらも具体的な数値が設けられていますが、低吸収域と高吸収域の CT 値の差が 18HU 以上、低吸収域の領域が高吸収域に包まれていないの4つを満たした場合にブレンドサインと定義します。この4番の低吸収域の領域が高吸収域に包まれていないというのは、もし包まれている場合はスワールサイン、さらに CT 値の差が大きい場合にはブラックホールサインという先ほど説明したサインとなりますので、それらと区別した定義と考えられます。
血腫増大の定義を、血腫溶石の 33% 以上の増大、または血腫溶石が 12.5ml 以上の増大、先ほどと同じ定義で定義した際の感度特異度は 39.3% と 95.5% であったと報告されています。ここまで出血の増大に関して様々なサインを見ていきましたが、その他の着目ポイントとして、変異が不正であること、また、血腫の内部の濃度が不均一であることも血腫の増大に関連していると言われています。例えばこちらの出血に関してですが、変異が非常にツルツルしていて内部濃度も均一ということで、こういった血腫に関しては増大のリスクが低いとされています。このような変異がもこもこと不正であったり、内部濃度が高信号と低信号が不均一に混じっているもの、こういったものに関してはリスクが高い血腫とされています。変異不正に関しては、血腫の増大に関して感度 69%、特異度 46% で報告されており、濃度不均一に関しては感度 44%、特異度 72% で報告されています。変異不正に関しては非常に感度が高いですが、変異の不正については出血源が多数あることを示唆しており、同時に多数の部分で出血が起きている可能性があるため、血腫の増大に関与しているものと考えられます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は脳出血の増大のサインについて見ていきました。画像上で脳出血が増大しやすいのかどうかのリスク評価ができるサインについて見ていきましたが、増大しやすい血腫の特徴としては、CT アンギオグラフィーで血腫内に造影剤の漏出層があるスポットサイン、そして血腫の変炎が不正、血腫の濃度が不均一であることが挙げられました。特に高信号の中に低信号があるということが非常に重要で、それぞれスワールサイン、ブラックホールサイン、ブレンドサインということで説明させていただきました。それぞれのサインについて定義をしっかり理解することが重要で、これらの出血を見た場合には増大のリスクがあるということで、医師にすぐ報告するようにするといいと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。